今日が来るまでに半年以上、スタッフさん含め、今日のためにいろいろと話し合ったり、ね、曲作りももちろんやけどやってきて、まあなんやろ、きっと最初にみんなが思ってた景色とはきっと違うし、絶対的に違うとは思うんやけど、まあでもなんやろ、やっぱりこう生きているといろんなことが起きるなっていうのはすごいこの18フェスを通しても感じたなと思ってて、うん、だから私がテーマを喜怒哀楽にしたっていうのもやっぱここのこの 2年3年、うん、なんかやっぱりいろんなことが起きたじゃない、なんか予想もできひんかったこと多いし、あとみんな結構学校行かれへんかったりしたやろきっとね、なんかそういう行事がなくなってしまったりとかって言っても聞いてたし、うん、なんかそういうみんなの中で募ってる喜怒哀楽がきっとあるんじゃないかなっていうのを思ってて、喜怒哀楽っていうのをテーマにいろいろと動画を送って応募してもらいました。すごいやっぱ動画見ててすごいもうねグッときすぎて何回も泣いちゃったりもしたんですけど、その応募動画もすごい嬉しかったし、いやだからどういう形であってもこの18フェスをやる意味っていうのはきっとあると思ってるので、だから今日が来るのをすごい楽しみにしてたし、うん、絶対にいい歌をね、これからきっとテレビを見てくれるみんなだったりとかにも伝えられたらいいなと思います。こういうことができるんやぞっていうねのを見せれたらなと思っています。今回の18フェスのために作った楽曲のタイトルは双葉という曲です大人になることは悪くないよっていうのをみんなに伝えたいなっていう気持ちもあったし、みんなと一緒に歌うのにふさわしいいい曲が作れたなと思ってます。よろしくお願いします。その意味に悩まされる。8
遊びに行くから